旧師団長官舎は、陸軍第十三師団の三代目師団長である、長岡外市によって建設された官舎を移築した歴史博物館である。1910年に高田市南城町に建設された。1991年まで高田中ン地で幹部宿舎として使用された後、上越市に譲渡された。1993年4月、大町二丁目に移築された。これは、 上越市内に残る明治期の洋風建築の保存を目的としたものである。開館時には内装、外装、調度品の復元が行われている。様式は和洋折衷であり、1階が洋風、2階が和風となっている。1910年6月に3代目十三師団長である長岡外資が着任した。翌7月に13師団長官社建設を長岡が、 指示、同年11月に落成した。同年に、レルフィ少佐が13師団に着任した時に、師団長官舎前で記念撮影を行っている。その後、宇がき軍縮によって13師団は解体されたが、建物は旅団長官舎として使用された。1945年に終戦を迎えた後、同年9月にアメリカ陸軍が施設に入る。主に上層部に使われた。 3年後の1948年からアメリカ陸軍古問団が師団長官舎を利用した。1991年まで陸上自衛隊高田駐屯地の隊員宿舎として利用されていた。1991年から解体移築工事が始まり、1993年4月に現在の場所に移転された。ありがとうございます。